それからね、今日日テレが来ております。日本テレビがね、取材に来てるんですけれどもね、いや君ね、取材するのはいいんですよ、そこでね。どうせ来るんだったらね、どうせ来るならね、日テレの講義の時に来なさいな。今回このですね、桜井の凱旋、日テレでも行います。日テレ前でもあの募金詐欺の24時間テレビを断固として批判します。日テレさんだ。いやね、24時間テレビね、批判しにね、日テレに行くから、だからあんたその時にね、取材に来りゃいいんですよ。そうでしょ皆さん、ね、そうだそうだ。誰がどう考えてもね、あの募金詐欺番組は続いてる、これ納得できるもんじゃないんですよ。ましてや障害者をバカにしてコケにしてですね、私だって第一級ですよ、第一級の障害者ですからね。いや、それをバカにしてですね、で番組でですね、金儲けやってる、でその儲けた金をですね、ギャンブルに使ってる、バカじゃないのか。どう思うよ日テレの人間。メディアのひどさを語るに、24時間テレビという日テレがやるですね、この番組ですね。私もですね、障害者第一級です。その障害者第一級をですね、平然とコケにし、募金詐欺を行った日テレが、今回またですね、また番組をやるという、24時間の番組をやるという、恥知らずにも程があります。これが今のメディアです。右を向いても左を向いても、どこを向いても恥なんてものはないんです。だからこそ、日本のメディアは世界70位、報道ランキングで70位、韓国以下です。